マーティン・ファクラーは、アメリカ人、ジャーナリスト、ライター。AP 通信の上海支局長、ウォール・ストリート・ジャーナルの東京特派員、ニューヨーク・タイムズ、東京支局長などを歴任した。東京大学大学院情報学館で、非常勤講師や、ジャパン・タイムズのメディア・コモニー委員会の委員などを務め、2015年8月から、独立系シンクタンク、日本債建イニシアティブの、 主任研究員兼ジャーナリスト。アメリカ合衆国アイオワ州生まれジョージア州育ち。ダートマス大学2年の時に中国語と漢文医習得のために東海大学に留学したことで東アジアと関わり始める。慶応義塾大学で日本語習得の機会があり来日。その後1993年東京大学で経済学修士取得。 1994年、イリノイ大学アーバナシャンペーン校で、ジャーナリズム修士号を取得後、1996年、カリフォルニア大学バークレー校で、東洋史研究の博士 PHD 課程に入る。1996年から、ブルームバーグの東京駐在員。1年半後に、AP 通信に移り、東京を皮切りに、ニューヨーク、北京、上海で活動。 2003年から、ウォールストリートジャーナルの東京駐在員として、金融、財政、貿易、外交などをレポート。2004年、インド洋津波の取材において、アジア出版協会から、国際取材賞を受賞。2004年に、25年勤めた、WSJ からニートに移ったばかりのラリー、イングラシアに引き抜かれ、2005年から、ニューヨークタイムズ。 東京駐在院。2009年2月から、東南アジア支局長に転出したのりみつ大西の後任として、ニューヨークタイムズ、東京支局長。2009年2月に、ニートに移った、田淵博子と共に、同志日本トピックキュレーターも務めた。2015年8月1日、独立系シンクタンク、日本再建イニシアティブの主任研究員兼。 ジャーナリストインレジデンスに転出した。2000年に AP 通信の北京特派員の時に日中関係についての記事の中で中国が過去の歴史問題で日本を叩き続けるのは中国共産党の同地の正当性を証明するために言い続けなければならないことだからだと書いて日本でも注目された。2004年にウォールストリートジャーナル氏の東京特派員の時に スマトラ島沖地震の直後にインドネシアへ行き、インド洋大津波の被害を現地で取材し、国連などから災害救援の問題点を指摘する記事を調査報道チームの一員として書いた。翌年、アジア出版協会から新聞部門で優秀賞を受賞した。2009年3月から2010年1月にかけて西松建設事件をめぐる問題を報道。 小沢一郎に対する検察捜査のあり方と当局の発表を無批判に報道する記者クラブのあり方を批判し、日本のメディアから多くの取材を受けた。2010年1月29日、中曽根康弘元首相との単独インタビューを実施し、記事の中で中曽根氏が当時の鳩山幸男政権に対して日米同盟の信頼回復に尽くすように呼びかけた。 2012年8月2日、強い円は、日本の世代を分断すると題する報道を行い、円高によるデフレーションは、金融資産を保有する高齢者に有利に働き、若い世代との世代間格差が広がっているのを、報道し、政治的影響力の強い高齢者の多い日本では、この傾向を反転させるのは難しいだろうと述べた。これに対し、 藤崎一郎中米大使が強い不快感を表明する一方、同じく円馬化や景気の動向の影響を受けにくく、政治的影響力の強い公務員の影響が抜け落ちているとする批判もある。2012年9月21日に尖閣諸島周辺海域で中国交戦による領海侵入の活動が活発化したのを受け、石垣島で漁船をチャーターし、 海外メディアでは、珍しい尖閣諸島からの現地ルポをした。2011年3月11日の東日本大震災の翌日には、被災地に入り、茨城県中港、宮城県仙台市、名取市を皮切りに、東北各地から被害の様子を伝えた。被災直後の宮城県南三陸町からは、九市に一生を得た町長の声、 孤立した集落の住民が自立して生活の組織を作っている様子。岩手県大土町からは家族を失った悲しみや被災した学校の様子。宮古市からは津波意思にまつわる歴史的な話などを伝えた。原発事故直後の南相馬市からは日本人記者もいなくなり取り残される不安を抱えた桜井昌園市長の訴えを報じ、後に市長は タイム誌の世界に影響力のある100人に選ばれた。また、原子力発電所事故に関連して、原発をめぐる、生還罪の利権構造及び、地方の原発依存と疲弊、緊急事人速報者能、影響予測ネットワークシステムによる、放射線測定結果の政府の発表の遅れ、情報開示をめぐる関政権と、米政府間の、 ギクしャクした関係、東電の政治への影響や、電力供給の発送電分離などの改革への抵抗などの調査報道記事を書いている。また、福島第一発電所内部からレポートをした。これらに関連し2012年7月、双葉社から、本当のことを伝えない、日本の新聞を、上司3.11などの報道を通して、 日本の新聞が抱える問題点や記者クラブ制度の問題点を指摘した。2011年11月に外国人記者として初めて福島第一原子力発電所に入り現地取材をした。東日本大震災に関する報道は国土を破壊し原子力事故を引き起こした津波地震後日本政府が隠蔽した一連の深刻な失敗を 力強く調査したことにより、2012年、ピューリッツァ賞のファイナリストに、ノミネートされた。また、調査記事チームの一員として、米国海外報道クラブ、オーバーシーズプレスクラブオブアメリカのハルボイル賞、ハルボイルアワードの辞典、またアジア出版協会から、調査報道として、優秀賞を受賞した。その他同僚と共に、2011年のエネルギー、 関連報道で世界エネルギー賞の優秀賞を獲得した。2014年から2015年にかけてニューヨークタイムズ紙に日本のメディア問題について記事を続載した。その中で日本の大手メディアが当時の安倍晋三政権下に増えていた政治的な圧力に屈していると批判した。日本では2012年に書いた 本当のことを伝えない日本の新聞の中で記者クラブ制度の問題点として記者が官僚や検察などの権力者へ過剰的に依存することを指摘し大手メディアの受け身的なジャーナリズムを批判した2015年1月に起きたイスラーム過激派組織アイソルによる法人人質殺害事件に対する日本のマスコミの対応を神奈川新聞や 週刊現代で強く批判。2016年に、米コロンビア大学ジャーナリズムスクールが発行する、コロンビアジャーナリズムレビューというジャーナリズム研究の専門誌に、朝日新聞の調査報道チーム、特別報道部が、吉田調書報道を契機に事実上解体されたのを、長文の記事で紹介し、クリエジャポンには訳された。 2021年に毎日新聞のインタビューに応じ、日本の大手メディアが権力者へのウォッチドッグになっていないと指摘した。ありがとうございます。